仮本寺に足明け本陣跡の石踏みめ宮塾は日光街道及び欧州街道の16番目の宿駅である。現在の栃木県宇都宮市ずめ宮。メ宮塾は江戸時代に下谷国川茶郡にあった宿場町である。日光道中略記によるとめ宮塾はもともと下横田村の第一部にある村落であったことから大横田村と呼ばれ、 欧州古道の時代にはその中心地は、鈴目宮塾の東方にあったが、江戸時代の源奈連中に、日光街道が整備されたことにより、沿道に人家が集まりや宿をなし、近所にあった鈴目宮神社にちなんで、鈴目宮村と解消し、後に、江戸幕府によって、宿液とされたものである。初期は、宇都宮半寮であったが、宿液を重視する幕府により、延京元年から直轄領とされ、 大観が支配した。天保14年頃の日光道中宿村大外町によれば、鈴目宮宿には本寺に1軒、脇本寺に1軒が設けられ、畑子が38軒あり、宿内の矢数は72軒、人口は268人であった。横丁や裏町のない一本の通りに沿った純粋な外村であった。宿場は、 南北方向に5町20軒にわたって広がり、北から順に、上町、中町、下町に分かれていた。現行地名では、鈴の宮1.2町目が上町、3.4町目が中町、5.6町目が下町に相当する。現在も鈴目ぐには、旧日光街道である国道4号が通るほか、その近傍を JR 宇都宮線が通り、鈴めぐる駅がある。 1955年頃までは宿場の面影が随所に見られたが、その後の半世紀で大きく変貌した。中町にあった本陣は、宇都宮市の元家臣である小倉家が代々務め、1990年代まで門構えを残していたが、子孫の転居に伴って取り壊され、跡地に石踏みを残すのみである。そこから北へ約100メートル進んだところに、 仮本人を務めた足焼けがあり、黒門、板部、冗談の間などに王子が忍ばれる。鈴目宮神社隣の宿、ありがとうございます。